水中で作業中のローフ1950年代にイギリス海軍で魚雷と機雷を回収するために初めて使用されたローフローフは遠隔操作型の無人潜水機である海洋研究開発機構では遠隔操作型無人探査機またメーカーによっても小型有作式水中ロボット有作式無人潜水機水中ロボット水中テレビロボットなど日本語訳は多彩である なお、スタンドアローンで自律的に活動できる無人潜水機はオブとして区別されるが、海洋研究開発機構のマローフのように、両方の機能を兼ね備えたハイブリッド型も登場している。遠隔操作するので水中では電波が届く範囲が限られるので水中カメラの映像は優勢や圧縮して超音波で送られる場合が多い。優先式は動力は 母船から有線で供給されるものと内部の蓄電池から電力を供給して情報のみ有線でやり取りする形式がある。後者は水中でのケーブルが細いため運動性が良くなるが活動時間が限られる。ソナーやマニピュレーターを備えたものもある。船上から遠隔操作するものだけでなくタイタニック号の調査に用いられたジェイソン・ジュニアのように有人潜水艇から操作するものもある。 超音波で画像を送る場合、電磁波に比べ体域が限られるため、圧縮してコマ数を落としたものが送られる。大半のローフは、ビデオカメラと照明を備える。拡張機器を備えることは、機体の能力を向上させる。ソナーや、磁力系や写真機や、マニピュレータや、切断装置、水採取装置や水の透明度や光浸透性、温度を測定する機材を備える場合もある。 1960年代にアメリカ海軍は深海での救助や地中海でパロマレス米軍喫落事故の後核兵器を回収したように海底から対象物を回収する目的でケーブルコントロールドアンダーウォーターリカバリービヒクルと呼ばれた初期のローフの技術を開発した。この技術をもとにして石油ガス産業は大陸方での油田。 ガス電の開発における作業を支援するためのローフを開発した。さらに10年以上後の1980年代に潜水譜が到達することが困難な深度にまで到達できる最初のローフが投入された。1980年代半ばに海洋無人探査機業界は原油価格の下落と世界的な景気交代によって部分的に起因する。 技術開発における深刻な停滞に苦しんだ。以来、海洋無人探査機業界の技術開発は加速され、現在のローフは多くの分野で多くの用途に用いられる。これらの用途の範囲は単純な海洋構造物の点検からパイプラインとプラットフォームの接続や水中にマニホールドを設置したりする用途まである。海洋開発において造成から修理や整備にまで使用される。 潜水型ローフはタイタニック号やビスマルク、ヨークタウン、セントラルアメリカ等多くの沈没船の調査に使用されてきた。セントラルアメリカの場合ローフによって海底から海上までものの引き上げに使用された。世界の海洋の半分以上を占める3000メートルの深度の潜水能力を現在のローフの技術で使用できる。この記事の執筆時点で深海の半分はまだ調査されていない。 この広大な領域は人類に必要な莫大な資源を秘めている可能性がある技術の進歩によってこれらの課題を満たすための業界の進歩によって我々は間違いなくこれらの複雑なロボットを見るだろう。 石油とガス業界は大部分のローフを使用しているが、他の用途には、化学、軍用、サルベージ等がある。化学分野に関しては講述し、軍用には、機雷の掃海や不設等がある。年間約10回は墜落した、航空機や沈没船の捜索に、ローフが使用される。近年では、小型軽量化、低価格化が進み、水深100メートル程度の機種であれば1200ドルドル程度で、 入手できるようになりつつある。通常のローフはアルミニウム製のシャーシの上に浮力を得るために浮力剤を備える。シンタクチックフォームは浮力剤としてよく使用される。工具やセンサーは底部に設置される。軽量な部材は上部に、重量ものは底部に設置され全体のシステムは浮力中心と重心の間に分けられる。これにより水中での作業を行うための安定性と剛性がもたらされる。 電力線は海水による腐食を防ぐために油で満たされた管の中に入れられる。推進機は通常全三軸ですべての制御をもたらす。カメラ、照明、マニピュレータはローフの前か機動性を助けるために後部につけられる場合もある。大半の作業用ローフは前日のように製造されるが、ローフの製造はこの様式のみではない。特定の用途の小型のローフは、 それぞれの用途に応じた大きく異なる設計である。アン、SL9-48MNS 対、機雷戦分野においては、1970年代より、ローフが活用されていた。最初に実用化されたのは、フランスの PAP-104 であり、その後、日本の75式機雷処分具、S-4、アメリカのアン、SL9-48MNS、 スウェーデンのシーイーグルなど各国で実用化された。これらはいずれも、機雷処分用の機雷処分具であるが、日本の S-10 ではさらに機雷探知機としての機能も統合されている。2000年10月、アメリカ海軍はミスティック DSRV を元にした、有人深海級南帝と支援船を、加圧式救難モジュールと呼ばれる、有作式無人潜水機を元にした。 潜水艦級南潜水再加圧システムに置き換えることを始めた。試験に数年かけ、続いて複数の国の艦隊の潜水艦が演習に携わった。水中探査ロボットも参照軍用とも一部重なるが、自然災害時に遺体捜索や瓦礫の撮影等のためにも使われる。日本では2011年3月11日の東日本大震災において、主として遺体捜索や 瓦礫撮影、地形調査などのために、水中探査ロボットが導入された、投稿台などが開発した、アンカーダイバーさん、三井造船の、RTV2 台、米ーシーマーマリーンの、シーマーローフ、米ーシーワティックスの、サーベットなどが使われた、RTV を使った捜索では、2011年4月29日から5月1日までの3日間で、2体などを発見した、ありがとうございます。